マスコット駅、エアポートリンク社は、オーストラリアニューサウスウェールズ州のシティレールエアポート、ラインの駅を運営している鉄道会社である。エアポートラインは、シドニー市の都心とボタニーベイ市のシドニー国際空港とを結び、ウォーライクリーク駅でイーストヒルズラインに合流する路線である。エアポートリンクという名称はこの鉄道路線を指す意味で使われることもあるが、 エアポートリンク車が管轄しているのは駅のみであり、駅部分を除く線路設備や車両、乗務員はシティレールの管轄である。エアポートリンク車が管轄する駅はグリーンスクエア駅、マスコット駅、国内線駅、国際線駅の4つであり、すべて地下駅である。主要な収入源はゲートパスと呼ばれる駅使用料である。エアポートリンク車の駅を利用する乗客は、 乗車区間に対するシティレールの運賃に液使用量を加算した金額を支払う。エアポートリンク社は当初、駅の建設に2億5ドルを負担したトランスフィールドとブイグによる共同企業体が所有していた。利用者が予想よりも少なく2004年に財政困難に陥りウエストパック銀行に売却された。ありがとうございます。